ございます。撮っても大丈夫ですか？え、撮っても大丈夫ですか？あ、どうぞ。ありがとうございます。いねえ方がいいかな。大丈夫ですよ。はあ、あ、そうでしたっけ。これ S30 ってやつですか？そうそう、あ、S30 の、はい、キャブの最終9月から、はい、インジェクションになったんだけど、これが8月の登録。S30 もインジェクションあるんですか？あるんだ。その後31になったのかな。31でナップスとかになった。はい、31になる。わかんない。31になったんだけど、30のがキャブだけ。ああ、そういうこと。 S31 も形はこんな感じの。そう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 。ああ、130になる前の。そうそうそう。あ、そうなんだ。へえ。はあ、これスピリットガレージで買ったんですか？あ、違うんですか？エンジンスピリットで作ったんだけど、はい、これはね、はい、東京の USS の野田会長で。へえ。それ中古車屋さんなんですか？いやいや、あのオークション会場。あ、オークション会場で買ったんだ。そういうこと。世田谷の人がね、はい、34年ぐらいガレージにレイパンしてあったんですよ。はい、はい、2万キロぐらいで、はい、あのずっと入れといたん。はい、で岐阜の人がね、ん、岐阜の人が、はい、2年で3000キロぐらい乗って、はい、出てきた。へえ。出てきた時実装2万3000だった、はいはい、2万3000キロ、はい、うん、それが何年前の話ですか？10年ぐらい前。もう俺がそっから乗ってもう7万キロぐらい。あ、そんなに乗ったんですか？もう10万キロ近い。毎週乗ってたから。あ、そうなんですか、うん、当時でおいくらなんですか、これは？これはね、まだね、今みたいな、はい、高騰しないんだけど、はあ、これが普通 R 表示で出てくるんですよ、はい、オークションって、はい、でもこれ4点ついてたんですよ。うん、検査官の査定が満点で何点になるんですか？あれ6か6じゃないですか。ここで432見つけてたんだけど、はい、場合によっちゃ240でもいいよって言ったんだけど、みんなひどいんですよ、出てくる。ああ、はいはい。でこれがパンって出てきて、もうこんな二度と出ねえよって。ああ、でじゃあこれにしちゃおうって。ああ、うん、ここでこれを買った。それで最後2人でどんどん競っちゃう。ああ、うん、当時ね、でもね、初経費別オークションの競り落としが300ちょっとだな。あ、そうなんですか。へえ。ね、嘘みたいな感じで、ね、はい、もう1000万超えですか、これも。今、うん、今買おうとする。見つけ、金そのぐらいかけちゃったもん。全部取り替えたから。あ、そのぐらいかかっちゃいました。そういうこと。オークションは自分で参加したんですか？うん、あ、人、知り合いに。あ、そういうことか。あ、でも絶対落としてくれっつんで。そうそうそう、もうこれでいいから。お金はいくらでも出すよぐらいな感じで。いくらでも出すよ。はあ、そうなんですか。へえ。でも確かに綺麗だった。そうですね。これオリジナルの色なんとか、ところどころ自分もちょっと白くなってきちゃったんで。あ、そうなんですか。塗装したけど。あ、したんだ。これ、はい、この辺はその当時のままですよ。ああ、じゃあ全塗装ってわけじゃないんだ。部分部分で塗装した。あ、そういうこと。白くなっちゃってるんですか。ああ、こういう色があったんだ。そうなん。へえ。2x2 を49年に 2x2 ができたでしょ。はい、その時に作った色みたい。あ、そうなんですか、うん、へえ。そうなん。これ2シーターですよね。2x4 は、はい、2x4 じゃない、2x2 は、はい、ちょっともう少し茶色みがかってる。ああ、ちょっと色が違うんだ。へえ。だから当時のスペアタイヤまだここにある。あ、そうなんですか。使ってない。使ってないが、うん、あ、このスピーカーは自分で付けたんですか。これ130持ってる。あ、130持ってたんだ。へえ。280持ってた。へえ。その時に付けたやつ。へえ。取っといた。あ、うん、あ。130は若い頃乗ってたんですか。へえ。130は21の時買ったんかな。あ、長く乗ったんですか、じゃあ。7年乗った。あ、で、それ以来の Z ですか、これは。そうそうだね。もう前から欲しかったんですか。
だからその130の買う前に、はい、もうこれが欲しかった。あ、欲しかったんですか。240なかったけど、はい、そしたら親父が、はい、ツーシーターなんじゃ買っちゃならねえ、ツーバイフォーなんかいらねえっつって。で、130は2倍、4人乗りよかったんですか。いやいや、通信で通信で買ったんですか。あー、じゃあ買いたかったけど130買ったんで、いずれは3、もう30だと、それがこれになったわけですね。そうそう、やっぱり4、3人手に入んなかった。あ、出てきたんですよ。あ、そうなんですか。出てきたけど、もうすごい、もうあらゆるとこぶっついて。あ、そうなんですか。うん、エンジンの調子が、ずっと金かかるなと思ったら、もうこれでいいやつ。あ、フェンダーってこんな結構出てるんですね。出てるんですよ。ね、あんまりバーフェン、みんなバーフェンにしちゃうから。そう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 。バーフェンこっからじゃないですか。はい。15か20ミリぐらいじゃないですか、出てる。あ、そう、みんなバーフェンがついてるから、結構このオリジナルを見ることがない。そうだよね。そうなんですよ。あ、俺あれはつけたくない。ああ、だからあれって意外と何、こういうね、いいカーブだよね。カーブがね、うん、はい、スラフラットって感じじゃないんだ。結構出てるんですね。かっこいい。タイヤサイズは225で同じんだけど、ホイールはやっぱりあと1インチできるんだよね。ああ、そうですね。いけそうですね。半あのバーフェンついてるって。はい。で、これはハの字書かねえんですよ。あ、そうなんですか。下げても、うん、下げても、あ、これ削除で下げてんだけど、はい、箱スカなんかこんなハの字になっちゃう。これ下が、あの、ハの字になんない。もともとの足回りがそういう構造なんですか。ストラットだから。あ、ストラットなんだ。4人ストラットだから。あ、うん、箱スカと違うんだ、足回りが、うんうん、あ、そうなんですか。へえ。フロントもフェンダーもね、ちゃんとカーブがついてんだ。そうそう、うん、へえ、おしゃれだな。じゃ、サビなかったんですか。サビはなかったです。じゃあよかったですね。へー、ボンネットって開けてもらえるんですか。うん、ありがとうございます。これ何リッターなんですか。 3.1。 あ、 3.1 にしたんですか。うん、買ってから。そうそう、あ、2リッターだった。2リッターで、うん、40のソルックスがついてた。はいはい。これは今でもありますよ。あ、そうなんですか。うん、で、2.8 の 3.1。42のブロック。最初、42と54知らねえで、はい、54のエンジン買っちゃったんですよ。ちょっと、42と54が分かってないんですけど。うん、あのね、ブロックも、はい、もうここがかな。N42 って、ここに入ってあるのと、はいはい、あ、違う、F54 だ。F54 の N42。はい。42の方が初期のエンジンも。はい。あの、ブロックの、はい、シリンダーのところの削り数が厚いんだ。はい、ああ、はい。で、54の方が肉を削ぎ取った、はい、後期のインジェクションのブロック。ああ。まあ、42もインジ途中でインジェクションになってるから、うん、あのちょっと溝を作ってあるけど。うん、その最初の純粋のやつをキャブ仕様のやつを、うん、まん丸なんですよ、インテークが。うん、でもこれ肉厚になる方が耐久性があるということで、うん、で買い替えて42、うん、でボーリングして89%にして、うん、で LD クランクでストロークちょっと出して、うん、でビッグバルブにして、おカムは、はい、和光正規の、へ、うん、ハイカム。もう全然速くなりました。全然違う。もう別物だよ。同じ車じゃない。その時はもう慣れちゃったから。あ、恐ろしかった。あ、そうなんですか。アクセル踏めないぐらいだった。もう一速度ってホイールスピード。かっこいい。あ、そうなんですか。じゃあ 2.8 のノーマルは味わったことないんだ。いきなり 3.1 です。そうです。そういうことか。じゃあ2リッターからいきなり 3.1 になったって感じなんだ、うん、そういうこと。2リッターもハイカも入ってたけど。あ、そうなんですか。そこそこ速かった。へぇ、SR なんかだと同じ速度だったな。あ、そうなんですか。 SR をいじってるやつ。あ、これからね、みんなで2個あ、行くんですか。へぇ、いやいやいや、でいつも
ここ生きてるから、はい、空いてたら寄ってこいよって、あーここで寄らせてもらう。あー、ここはあんまり来ないんですか。来ますよ。あ、来るんだ、うん、へー、毎月じゃないけどね。あー、都合がついたというか。あー、そ、エンジンの音っていうかもう全然変わったんですか、2リッターから3.1 だと。あのね、マフラーはもう自体変えたから。あ、変えたんだ。その時のやつのマフラーは、あー、タコはスチールではついてたな。うん、これは捨てんで。あ、そうなんですか。それで一時これ作った時に、はい、80倍に1本にしたんですよ。はいはい。そしたら音うるさくて、はいはい、それで2リットの時の、はい、何ですかあれ、富士壺のが 今現在ついてるやつに、はい、がついてたのを、はい、80倍の外して付け替えた、うんうん、やっぱり80の方が抜けがいいっすよ、ね、音うるさいけど、うん、で今これがつ、富士壺のついてるけど、2リッターについてた時の富士壺は音を打てよかった。あ、そう、いい感じ、軽快な感じがした、うん、でこれ排気量やっぱり吹いてるせいか、はい、音が太い。あ、そういうことか。で今ここの地面からのクリアランスが4センチしかないんで、来月またあの江戸川の方の、ね、はい、ワンオフでやってくる人が作ってもらう、地上高を上げるためにも。あ、じゃあ2リターの方が軽快っていうか、あの音的には甲高いような。そうそうそう、ね、あ、じゃあ好みが分かれるとこだけど、そうそう、ね、甲高いのが好きな人はやっぱ2リターの方がいいんだ。だから使う素材と、うん、この排気量で変わらん。ああ、そうですね。ここってね、キャブの吸う音も違うんですよね。聞こえない。マフラーの方ですって。それが聞きたいんだけど。ちょっと残念ですね。これはソレックスなんですか。これあ、これウェーバーなんだ。当時ソレックスも50回だって言ったんだけど。はい。はい、何ですか。オーバーホールしてつけるっていうから、じゃあ。ウェバー新品のつけないやつって、50じゃちょっとあの街乗りが大変だから、45にしようって。45。ああ、なるほど。これ45です。45。え、ウェバーソレックスの50で出来上がってね、うん、全然価値が違うんだもんね。50万ぐらいしてんじゃない。あんな数字してるんだと思わなかった。当時はまだあったもん。持ってたの。だって持ってたの。今のついてんだよね。今3つ持ってたんですよ。持ってた。金に困って売っちゃった。金なんか使い切んねえ。あの赤のセットがいるでしょ。見たことあるぞ。お前がついた。大黒屋でやった。あ、やだか持って。持ってるから。持ってる。持ってるって言ったもん。大黒屋のやろ。やつが一番あれから。何よ、女房に相談できねえんで、そんなことない。内緒でやってるからみんな。奥さんが自転車邪魔だからって、あの自転車すら何千万になっちゃう。いまいちじゃあちょっと低速がダメなの。あのね、1500から2000のところで、あ、なっちゃった。それと今もずっと行くんだけど、そこがダメ。だから切断して、俺なんかもどうですよ、2000くらいから、2000か3000くらい。なんで、だからちょうどつなぎ面のところが悪いんですよ。パイロットチェックを言わないと、後ろチェンバーないんかな。神田さん、あの仏壇外された部品ある？ない、ないね。ただね、あれリターンがなくなって、リターンをやめるっつってた。うん、リターン汚れになってね。だから、あの圧が逃げるから、で電磁ポンプ動かすと、もうだったら電磁ポンプを大きい電磁それこそ使ってやる。オーリーポンプっていうのがいいっつって、うん、ついてる。オーリーポンプ開くんだ。あれでつける、あれ一番ベスト。高いんだよね。高いの。新品のある。使ってください。本当ですか。じゃあ。じゃあ。そう。見てて。ね、見ててもらえる。ちょっと置いといたって。しょうがない。死んじゃう。これ壊れちゃうね。細かすぎる。いつもの担当の3つぐらい。2つは間違いなくなるな。他人同性。
ミスコードは分かんないんだ。一回1000しねえとな。絶対的に入れやガレージセールができるぐらいあるんだ。どっちにあるの？車庫の方。どっちも。どっちも。両方ある。うちの方はゴミ屋敷になっちゃってるから、置く場所がね。いや、軽トラックで行くよ。でも使える部品ないね。何もねえっすよ。で、よかったら。ゴミポンプいいっすか？うん、それつければいい。あの、お宅にしたかったんだ。そう。音うるせんか。音うるさい。ガチャガチャ言うの。ビーッと。ビーッとだ。音今ここについてるんですよ。ああ、だいぶうるさくなります。本当ですか。だから島田さんに取っ替えてよって言ったら、大丈夫、これミスモノついてやるから、とりあえず大丈夫だからいいよ。それでまあリターンをやめたら、あの電磁ポンプを動いて、前はなら、遠くなるまで。今はすぐかかっちゃう。リターンしない方がいいのか。リターンでも、そのリターンをする人間は要するに何て言うか、これそう起こさないように。ああ、そうか、そうか。新しいガソリンをずっと自分が見つけたりとか、してねえから、この間だから富士行ったけどね、渋滞はまったお金じゃなくて。